皆さん、こんにちは。今季の女子プロゴルフも今大会を含めて残り6試合となりました。ここまで31試合を消化して、稼ぎ頭は武田梨央選手となっています。26試合出場で7勝を挙げ、約2億300万円を獲得しています。今大会の優勝賞金はツアーで3番目に高額の3600万円。初日は1アンダー37位と出遅れたのですが、2日目以降スコアを伸ばし、8勝目を飾れば約2億3900万円となり、2015年のイボミ選手を抜くことになります。しかし、ちょっとした珍事が起きているといいます。海外で活躍する渋野日向子選手は、今季未勝利となっています。しかし、獲得賞金2億5000万円で、国内7勝の武田梨央選手を上回る勢いだというのです。これは一体、どういうことなのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。武田梨央選手の活躍は上記の通り。しかし、そんな武田梨央選手と肩を並べるどころか、5000万円以上も多く稼いでいるのが、米女子ツアーで戦う渋野日向子選手なのだと言います。今季は同ツアー21試合で優勝はなく、トップ10入りは2試合だけとなっています。予選落ちは8回もあるのにもかかわらず、現在の獲得賞金額は169万4350ドル、日本円で約2億5415万円となっているのです。ツアー関係者が次のように述べています。2回のトップ10入りは、笹生優花選手が勝った全米女子オープンの2位と全米女子プロの7位です。米国のメジャー大会は賞金額が高く、全米女子オープン2位で約1億9440万円、全米女子プロ7位で4000万円、合計2億3440万円ですから、今季獲得額のほとんどはこの2試合で稼いだということになると解説しています。ちなみに、現在の賞金トップは今季14試合で6勝のNコルダ選手です。日本円で約5億5154万円となります。ポイントランク上位60人が出場できる今季最終戦のツアー選手権の優勝賞金は昨年の倍額となり400万ドル。2位でも100万ドルと高額であることがわかります。同ツアーに挑戦する選手が後を絶たないのも当然と言えるのではないでしょうか。時は遡って、2024年6月20日開幕のアースモンダミンカップは国内女子ツアー最高の賞金総額で3億円でした。優勝賞金は5400万円を誇る日本開催としてはビッグな大会です。昨季は通算13アンダーで並んだシンジエ選手がプレーオフでワイアキエ選手を破り国内ツアー30勝目を挙げたのですが、賞金だって世界最高峰の米国のツアーにはやっぱり勝てない現状が見て取れます。同時期に開幕した全米女子プロ選手権の賞金総額は1000万ドル、優勝は150万ドルで国内最高額の4倍以上となります。今年は史上最多の12人の日本勢が参戦しました。笹生優花選手がその前に優勝した全米女子オープンはさらに上です。賞金総額は1200万ドルです。笹生優花選手の賞金は昨年の2割増しで2400万ドル、日本円で実に約3億7680万円もの大金を手にし、2位の渋野日向子選手でも約2億円を超え、9位の武田梨央選手が約4266万円でした。国内のナショナルオープンは賞金総額1億5000万円、優勝賞金は3000万円。比較するのがバカバカしくなってくる金額が、さらに驚くのは米女子ツアーの最終戦でしょう。シーミーグループツアー選手権の優勝賞金は昨年の倍額となり400万ドル。日本円で約6億2800万円。年末ジャンボ宝くじの一等賞金には届かないものの、超破格となっており、優勝すれば獲得できることからより現実味があります。昨年の米女子ツアーの賞金ランキングトップは、シェブロン選手権と全英女子のメジャー2大会を制したリリアグ選手で350万2303ドル、300万ドル超が3人もいたのです。今季は最終戦の優勝賞金が約6億円超になったことで、ついに10億円プレイヤーが出現するかもしれないと話題になっていました。ちなみに、前週の全米オープン優勝のビー・デシャンボー選手が手にした賞金は
$430万で約6億751万円、6位の松山英樹選手は約1億1746万円でした。米ツアーは男子も女子も実力の違いもさることながら賞金も桁違いだということがわかる事例です。この賞金に関することで日本のファンも様々なコメントを寄せています。一方で今季勝選手、西村選手、稲見選手、吉田選手と日本で1億円プレイヤーだった選手が稼げていない事実があります。渋野選手も今季は稼いでいますが、昨年は3946万ですし、勝選手、西村選手はこのままだと2年とも国内の獲得賞金を下回る見込みです。絶対に稼げる保証はありませんし、まずもって LPGA のツアーメンバーになること自体簡単ではありません。海外メジャーの賞金は桁違いだし、そのレベルの高い大会で結果を出しているんだから衝撃でも何でもない。 PGA ツアーなんて国内男子ツアーの年間全試合の賞金総額と同じくらいの大会が14試合もある。同じ土俵で考えても意味がない。単に国力の差。残念ながら日本は未だ貧しい国だから、スポーツと直接国力に貢献しない間接業に投資する余裕がないだけの話。日本の国力が増せば自然に賞金額は増える。渋子を出すまでもなく、円安もあり日米の賞金額の差はゴルフ好きなら知っているでしょう。男子だが、先週の日本オープンと来週の日本開催アメリカツアーのフォールシーズンの ZOZO では円換算すると8倍くらいの差。国内メジャーというのが恥ずかしいレベル。賞金に対する考え方は様々なようです。さて、目下の話題は渋野日向子選手の動向です。渋野日向子選手はこのまま終わってしまうのでしょうか。今季残り4試合となった最終戦のツアー選手権すらいよいよ危うくなってきているといいます。米女子ツアーは2024年10月17日から韓国のソウォンバレー CC で BMW 女子選手権が開幕しています。日本勢は前週優勝を争った西郷真央選手に、国内大会で惜敗した古江彩佳選手のほかに、笹生優花選手、西村優菜選手、勝みなみ選手が出場します。渋野日向子選手は開幕前日、大会側に体調不良を申し入れ欠場となりました。その渋野日向子選手ですが、最近はとんと名前を聞かなくなってしまいました。故障でツアーを欠場していたわけではありません。中国上海で行われた先週の大会は59位、9月の2試合は予選落ちと61位に終わっています。こんな成績ではメディアも大きく取り上げようがないからということが最大の理由でしょう。今季序盤は4戦連続で予選落ち。5月のみずほアメリカズオープンまでの9試合で予選落ち6回と苦しんでいました。全米女子オープン前も2試合連続予選落ちで、ポイントランキングは138位と低迷していました。ところが、次戦の全米女子オープンで優勝した笹生優花選手と前述の通りワンツーフィニッシュ。ランキングは一気に32位に浮上し、来季のシードを手中にしました。3試合後の全米女子プロでも7位と健闘しています。メジャー2大会でベスト10入りし、その後の活躍が期待されたものの好調は続かず、以降は全く見せ場がない状態となってしまいました。今季ベスト10入りしたのはその2試合だけとなっており、あとは2桁順位と予選落ち9回に棄権1。今季初めて国内でプレーした8月の大会でも決勝ラウンドへ進めなかったのです。シードを取って安心したわけではないでしょうが、とツアー関係者がこう述べました。19年に優勝したことで、渋野が特別な大会という、全英女子も予選カットラインに10打も及ばず通算14オーバーと散々な結果だった。全米女子プロ以降の9試合30ラウンドで60台のスコアは5回で、現在の平均ストロークは 72.40。 完全復活には程遠い状態です。今回は体調不良による欠場で、次戦の TOTO ジャパンクラシックは元気な姿を見せてくれると思いますが、気になるのは55位まで下がったポイントランキング。上位60位までが参戦できる今季最終戦となるツアー選手権は安全圏とは言えなくなってきました、と解説していました。いかがだったでしょうか。今回は
渋野日向子選手の近況と賞金について見てきました。渋野日向子選手にとっての今季は残り4試合。一時は活躍が期待されたものの、好調は続かず、前半戦以降は全く見せ場がない状況です。再びファンを沸かせることなく終戦するわけにはいかないでしょうが、打開策はあるのでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。